ロバート・メイクル・ジョン・マクドゥーガルは、アメリカ合衆国、ネバダ州ラスベガス出身のプロ野球選手。ウトリ藤ーダ、ボルチモアオリオールズからドラフトで1996年と1998年の2回、指名されたが、契約には至っていない。1999年にカンザスシティ・ロイヤルズから、ドラフト1巡目で指名され入団。2001年9月22日にメジャーデビュー。 同年、3試合にメジャーで先発登板している。2003年、開幕からクローザーとして起用され、68試合に登板で27セーブを記録。オールスターに初選出を果たしている。オールスターまでの前半戦の防御率は2.59だったが、後半戦は6.85まで悪化している。2004年は、故障者リスト入りのまま開幕を迎え、 シーズン初登板は4月28日だった。その後、5試合の登板で、防御率10.80と不審を理由に5月11日、AAA のオマハロイヤルズへ降格。9月に、メジャー昇格してからは8試合の登板で、防御率3.38。2005年はマイナーに降格することなく、クローザーとして21セーブを記録し、ロイヤルズの最優秀投手に選出された。 2006年7月24日、マイナー選手2人とのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍。移籍後シーズン終了までにリリーフとして25試合に登板し、11ホールドを記録。シーズン終了後の12月6日、ホワイトソックスは年俸調停を避け、マクドゥガルと3年645万ドルの契約に合意。2007年54試合に登板し、 防御率6.80は自己ワースト。2008年、球団はマクドゥガルを4月26日にトリプル A 級シャーロットナイツへ降格させ、翌27日にエレン・ワシ・シャーマンをメジャー昇格させた。メジャーに復帰したのは9月に入ってからで同年、防御率2.12だったものの、16試合にしか登板できなかった。2009年、 ホワイトソックスは5試合の登板で防御率12.45のマクジューガルを4月21日に40人ロースターから外し29日に解雇された2009年5月3日ワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ5月28日にメジャー昇格した12月12日に FA となった2010年2月18日に フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだが3月23日に放出された3月24日にフルス・ナショナルズとマイナー契約を結んだ7月1日に FA となった2010年7月7日にセントルイス・カージナルスと契約7月28日にメジャー昇格11月1日に FA となった二千十一年一月十八日に ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。3月31日にメジャー昇格し、開幕ロースター入りした。10月30日に FA となった。2012年1月5日にドジャースと1年契約を結んだ。5月3日にリーフとなり、5月11日に FA となった。2012年5月15日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ。 7月12日に放出され、7月28日にフルス・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。11月3日に FA となった。2013年4月3日にシンシナ・ティレッツとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級、ルイビル・バッツで17試合に登板し、0勝1敗、防御率5.49だった。6月8日に放出された。 7月25日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで20試合に登板し2勝1敗防御率5.33だった。11月5日に FA となった。2014年5月10日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだ。その後、対談。その後、アトランティックリーグのカムデン・リバーシャークスでプレーした。 その後、対談、ありがとうございます。